茅ヶ崎ネバーラン、茅ヶ崎ネバーラン、茅ヶ崎ネバーラン。大人になれないピーターパン、僕はこの街で今も夢見てる。ティンカーベルに出会えたから、僕は空を飛べるのさ。茅ヶ崎ネバーラン、茅ヶ崎ネバーラン、茅ヶ崎ネバーラン。大人になれないピーターパン、近くが見えなくて16日、湘南半チャンポはまた雨のため、中止で、茅ヶ崎ベースハンサムスタジオからお届けしております。雨多いよね。なんかこんな雨って多かったっけって思うぐらい、雨が降っとってね。まあ残念なんですが、まあ雨の日はまたね、こう軒下でこう雨のこう何ちゅうの音を聞きながらぼーっとするのも結構好きでね。こう海をぼーっと見るのとこうなんか近いね。なんかこうバイブスを感じるというかね。意外とね、雨も嫌いじゃないということで、今日も一日、ご機嫌よう。ご機嫌いかがでしょうか。なあ、で、そう、昨日さ、そうだ、昨日ね、散歩に行く途中にパグ友達のね、ダースさん夫婦に会って、で、こう、アロアマーケットに行くっていう風に感じで、自転車でこう、すれ違って、あ、そっか、今日あったなと思って、ウクパパのさ、長島さんが、ね、何かこう、関わってるって聞いてたんで、あ、じゃあ、とりあえず、まあ、歩いてね、まあ、10分ぐらいなんで、じゃあ行こうか、つって。でね、こう、茅ヶ崎球場なんかこう、公園なんか、なんだろう、これ、どういうとこなの、あれはね。そういうね、とこにね、茅ヶ崎球場の海風テラスか。海風テラスという。まあ、なんか、市の施設があって、そこでね、ほんとね、もう、アロハな、出店とかね、フラダンスのライブがあったりとかね、そういう感じでね、こう、すごい にぎわっとってね。で、ウクパパは、2階のね、ステージ、ウクレレパークという、ステージで、なんかやっとるって聞いたもんで、とりあえず2階に、まあ、2階はさ、ワンコがダメだったから、神さんにこう、犬預けて、で、わしだけね、登ってって、どっかおるかなーって見とったら、あ、ステージにおったみたいなね。ちょうどね、ライブが見れてね、よかったです。だから2階なのかな、あそこは。2階は、でも結構そこそこ広い会場だったんで、なんか、湘南クレイフェスもね、この海風、テラスありだなと思って。で、メインステージはもう結構でかくて、なんだろう、かなり、まあ、ステージはなかったけど、なんか、ちょっとこう、なんちゅうの、すり鉢状みたいな感じで半地下になってて、
結構ね、あとちょっと写真あげるけど、結構広い会場だったもんで、湘南ウクレレフェスの会場として、なんか悪くないんじゃないかなって思いました。ねえ、まあ、ね、公共施設なんで、ね、どんなことできるかわからんけど、ちょっとね、うちからも10分ぐらいだし、で、海もすぐだし、もう海も本当に、その施設出て、歩道橋を渡ればすぐ海みたいな感じかな。で、湘南ウクレレフェスな雰囲気も出るしさ。ね、なんかちょっとね、海風テラスかな？合ってるこれ。海風テラス、関係者の皆さん、ぜひ、ちょっと、湘南ウクレレフェスをやらしてください。なあ、そう、なかなか素敵だったなと思ってね。そこはまあそこからまあ帰って、まあ海でちょっといつもと違う、いつもよりもちょっと西側の海でね、こう、テクテク歩いてたら、なんかね、前からね、親子3人の方がね、すごい笑顔でこう、こっちに来てくれて、こうね、あ、誰かなと思ったら、なんとね、最近ね、こう、茅ヶ崎テレビという、茅ヶ崎盛り上げようという団体があってね、そこのね、藤川さんから紹介していただける方でした。ねえ、長澤さんっていうね、こう、なんでいろんなこう、アイディアを持った、ね、まあ、プロフィールはね、あんまりこう言えないけども、こう、本当にすごい、大手の会社でいろいろやってきたような人でね、その人とね、こう、来週、今週か、まあ、会う予定だったんだけど、ちょっと予定がずれて会えなくなったんだけども、それ昨日会えたんだよ。浜でね。そういうさ、なんかこう、偶然とかね、ばったり会う、こう、引きの強さも、相変わらず、あるなと思って、すごい、まあ、嬉しかったですね。そのね、長澤さんとも、ぜひなんか、こう、面白いことできそうな予感がしてますんで、今後ともよろしくお願いします。ね。で、昨日も結構めっちゃ人に会って、で、なんかインスタでこう、美味しいものをさ、いつも、教えてもらってますみたいな人とかね。なんかね、だんだんこう、茅ヶ崎の街にまだ半年だけど、なんとなく、ちょっとずつ地元の人になってきとるんかなって思っちゃったりなんかしておりますな。で、昨日は、家帰った後は、ちょっと仕事で、した後に、バーベキューをまたやってね。まあ、昨日はね、こじんまりやるつもりがね、まあ、うちのさ、村はさ、もう仲良しだから、もうすでに俺が帰ったら、一箇所でもう入り口でバーベキュー始まってて、で、あ、じゃあうちもやろうかな、みたいな感じで、うちも始めて、で、そうすると、村の仲間がね、みんな外に出てきてくれて、スケボーをやったり、しながら、こうバーベキューに参加してくれてね、すごい楽しくてさ。そうしたらこうね、今度、茅ヶ崎ネバーランド会のね、殿がね、また犬の散歩中に来てくれて、お、じゃあ、参加してよって言ったら、ね、ちょっとじゃあ、ワンコ置いてまた来ますって言って。で、ワンコを気に入って帰ってきたら、こう、もう雨でさ、もう急遽もう片付けようになって、片付けた時に、殿がまた来てくれて、ごめん、終わっちゃったって言って、一緒にこう、片付けてくれて、で、うちのリビングにこう、荷物とかね、食材とか持ってってくれて、じゃあとりあえず飲もうか、つって。で、日本酒をいただいたり。ね、梅干しだ、梅干し。梅干しがね、この殿が梅干しにはまってるから、そういう梅干しをもらって、小田原の梅の。で、うちも紀州の梅を結構毎年のようにつけてるから、梅干しの食べ比べとかしながらね。で、またこう、近所の、グーフィーって呼んでるパパがいて、グーフィーと子供たちがまあ何人かうちに来てて、で、ウクレレじゃんじゃんやったりしながら、美味しいお酒飲みました。で、そう、それで、そのグーフィーの、ね、娘ちゃんがね、こう、茅ヶ崎ネバーランドをお風呂に入りながらいつも歌ってるって言ってくれて、あ、嬉しいなと思って、茅ヶ崎ネバーランドというね、このキーワード、ね、その、殿とまあ始めた茅ヶ崎ネバーランド会というね、そういうまあ、茅ヶ崎はさ、大人になれない、大人にならない、こう、ピーターパンがいっぱいおるから、そういうなんかね、昼からこう、楽しいことやるような人がいっぱいおるんで、もう茅ヶ崎ネバーランド化計画みたいなさ、そういうね、ことのテーマソングでもあるんで、ぜひね、今日やった、朝やった、ん？さっきやった？茅ヶ崎ネバーランド
あれはこう、チルイキーなんで、多分男性も歌えるキーです。C から始まる循環コードなんで、もしも、覚えてくれる方はぜひ連絡ください。で、この曲を、覚えて、どんな形でも、レコーディングできるようになったら、このうちのスタジオで、無料でレコーディングしますんで、この近づきネバーランド、ぜひ、覚えてね、レコーディングをしに来てください。そんなわけでね、今日はちょっと雨なんで、家でちょっとずっとミックスとマスタリング作業がいっぱい溜まってるんで、今月デッドの、それをやりながら、明日のサーフィンデビューに向けて、入念なストレッチを繰り返しますんで、しっかりとストレッチをしますんで、そんなわけで今日はこの辺で、皆さん、今日も一日お元気で、バイバイ！